プリシュラ・アーンは、アメリカ人のシンガーソングライター。出生名は、プリシュラ・ナタリー・ハート・ラント。1984年3月9日、ジョージア州の生まれ、ペンシルベニア州育ち。8歳頃より教会で歌い始める。母親からピアノを教わり、父親の勧めで14歳からギターを始め、曲を書くようになる。16歳から、地元のコーヒーハウスで弾き語りを始め、 17歳でシンガーソングライターになることを考えるようになり、19歳でロサンゼルスへ移り、本格的に音楽活動をスタート。2008年、ブルーノートレコードと契約、アルバム、グッドデーでメジャーデビュー。2009年、フジロックフェスティバルに参加。スタジオジブリアニメの大ファンであり、ジブリ作品に使われた曲ばかりのカバーアルバムを、 作りたいという思いから着想された日本と欧米のナポップソングのカバーアルバムナチュラルカラーズを2012年発表。ジブリ作品からは風の谷のナウシカ優しさに包まれたならのカバーが収録されている。2012年10月 NHKBS プレミアムで放送されたテレビドラマそこをなんとかの主題歌 I'll be here を担当。2013年3月 松本清の CM 曲、ストーリーは街角に、ストップ、ルック、ライを書き下ろす。2013年12月に、三鷹の森ジブリ美術館に招かれて、クリスマスコンサートを行い、それが縁で、2014年、スタジオジブリ映画、思い出のマーニーの主題歌、ファイン・オン・ザ・アウトサイドを担当。2014年5月23日ジブリファンに向けて、メッセージ動画を公開。 2014年7月23日、自身初のベストアルバムとなる、プリシュラアーンベストを発表。2014年8月、NHKBS プレミアムで放送された、テレビドラマ、そこをなんとかにの主題歌、ベストアイキャンを担当。2015年、NHK 広島放送局が終戦70周年、記念として、県内ローカルで放送した、被爆70年特集ドラマ、 赤レンガに主演。シンガーソングライターの日系米人ヨン4世ヤンニーを演じた。本作が女優デビュー作でもあり、広島から世界に平和を訴えようとする姿勢から、同作品の企画段階よりプロジェクトに関わった。2017年5月24日、初のライブアルバム、プリシュラビルボードライブ東京をリリース。2010年5月、俳優のマイケル・ウェイストンと結婚。 ありがとうございます。